トリックはトリーということで、はい、どうも皆さん、こんにちは、マガイです。本日、10月31日は、なんてったってハロウィンでございます。誰が何と言おうとハロウィンなんです。動画公開日は11月の何日かわかりませんが、なんてったって本日はハロウィンなんですよ。ということで、私が多分初めてだと思う、実況始めて初めてのハロウィン企画やっちゃいましょう。よろしくお願いします。で、何やっていくかっていうとですね、まあ車買うよ、ただお金が今ですね、34万ですわな、なんか一瞬見え張りたくなったわな、35万しかないと、これじゃあまあ買えるもんも買えないということで、そういうことです。はい、そういうことで早速、どうやって開くんだっけ、こうか、ストアの方に行ってまいります。さて、これで、おー、来ましたね、急に来るんですね。さて、そしたらば、まあ、まずすべてのお金をまあ入れちゃいまして、まあ2000ドルにも満たないんですが、こいつを入れまして、でね、ハロウィン企画って言ったじゃないですか。なあ、もうね、お前な、今開こうとしたタイミングでこれ来るんじゃないよ。なあ、何がエージェント14だ、バーガー。ね、何が欲しいかってと、もうハロウィンですからして、ハロウィンらしいもの。ちょっと安くなってますね。ハロウィンらしきものをね、買わなきゃならんぜ、つうことで、こっちじゃねえや。そう、サウザンサンアンドレアス。こちらでですね。まあ、もう皆さんお気づきでしょう。お分かりでしょう。もうね。お分かりでしょうから、こちらですね。おう、安くなってる。買っちまおうじゃねえかと。こっちはなんか絵柄が気に入らんとですから、この、これ、最初出てきたの2年前ぐらいでしたっけ？フランケンシュタンゲ？こちら、そんな前じゃない？かな？うん。アルバニーのデザイナーチームが多量の役を決めた状態でヴィンテージカー雑誌片手に制作した異質なフランケンシュタンゲは、どこに行ってもゴスやエモヒップスター、ヴァンパイアごときの羨望の的となるでしょう。1910年製のステアリングだけが魅力ではありません。強力な馬力を誇るエンジンを搭載しているため、道路の凹凸の衝撃だけでも、車もドライバーもバラバラ。買っちゃおう。もうこれはやけですよ。ね。で、新しいのが25。でもこれでもまだ、だって100万以上残っちゃうわけじゃないですか。どうしようかな。もう1個買おうかな。そしたら。そう、今日でね、使い切りたいんですよ。だから、30何万持ってたから、あと70万は使ってもいいわけでしょ？70万ぐらい使い切りたいんですよね、今日だけで。なんかないかなぁ。ピガールも欲しいんだよなぁ。ピガールが40万でしょ？レジェンダリーが？これだとオーバーだもんなぁ。これか、これだな。したら、これの白く塗るか、これを。白いこいつでいいかな、テスタロッサで。ね、チーターレトロ、これがベーステスタロッサだったもんね。時間を重ねることでしか得られない魅力もあります。退屈な現代社会でチーターレトロほど魅力的に年を重ねているものがあるでしょうか。実用的で車内は広く、装飾は控えめ、隠しきれない力強さがみにみなむ生。ドアを開ければブランデーと葉巻の匂いが迎えてくれるでしょう。限りなく存在で秘書の体をまさぐり放題。やった、配慮なくサビとまき散らせても咎められたばだんだ、古きダブダンダンと。ごめんなさい。古き良き時代に戻してくれそうです。はい、行きましょう。じゃあ、金かかりそうなチーターから先にちょっと改造しちゃっていいですかね。うん、で、おしめに、あの、フランケン、ハロウィンらしくやって終われば、ハロウィン企画、クッってなるんじゃないかなと、思います。まあ、個人的な、もう完全に私の脳内で出来上がってるシナリオですけど。爽やか
かに恋をして、いや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 、来ましたですと。最悪です、来ましたですねこの真ん中のラインが邪魔くせえな。よし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 、なるほどなるほど。でこれでこうこう来て、あーもう傷物になっちゃってんじゃん。なるほどね。ちなみにですね、車両のダーをちょっと開けてみましょうか。ダー開きやす。なるほどですね、これは12気筒ですかね、12気筒エンジンを積んでおると。なるほど、こんなもんですな。したらダーシェリアス、オッケー、ダーシャン、オッケー、ダーシェリアス、オッケー。でこうですな。なるほど。あら、これ内装はオリジナルですか、これ違うかな。ねえ、メーターの感じとかね。なるほど、はいはいはい。なんか音がすごいですな。はいはい、お幅がすごいね。まあ改造してまいりましょうか。ほい、マイアミバイスのテスタロスタ風の車風の車です。風の車を作るブームですから、テスタロスタ風の車どうだろう。多分編集でまた、画像を出してるとは思いますが、ホイールもわざわざマッスルカーの5スターとこだわってみました。ほいで内装のカラーもなるべく近い色ということで、まあライトブラウンっぽい感じの内装にしてあります。でまああとはそうですね、下の黒い線を残して、あとはマフラーは4本出しといったところでしょうか。であと後ろのこのエンジンのフードというか、そこも似せております。ロードインプレッションは今やっちゃうおーおーおー、早いけども改造したらもっと伸びるぞこの子は。ちょっとなんか制限がかかってるような、痛い。次行きましょう本日のメイン行こう。もうこれ以上このね、テスタロッサくんが壊れないうちに次行きましょう。 Now, the end is near. おお、煙突が揺れとるぞV8 のまあインテークか。すげえなこれ。これはでも開くのってドアだけじゃね。まあ一応見てみっけど、ドア、ドア開きやす。そうだね。はい。なるほどね。Hey there, what's shaking? はい。で、こう、中入るってと、I know a super chill place on Haywick Ave. なるほど。前がすっごい触れてるよ。あ、でも音静かめなのか密閉性がいいのかわかんないけどね。え、はいはいはい、なるほどね、なるほどね。タイヤぶっといな俺。だってこれベースはローズベルトですよね。なるほど。うん、でこうハロウィン企画っつって買ったんですが、うん、せっかく課金までして、そこまでして買ったんですが、なるべく私これ普段も乗りたいんで、ハロウィン色をね、そぎ落としたいんだよね、改造としては。ほんとわっきわかんないことやってるけど、ハロウィン色がなんか、強すぎるんで、本当にハロウィン色がなくなるような改造をしていきたい。テーマそれです。いやー、なんだろうね。一度ですね、真っ黄色に塗ってみて、アメリカングラフィティのミルナーが乗ってたクーペっぽくしようと思ったんですが、内装の紫がね、目立っちゃうんだよね、やっぱ。黄色にしちゃうと。結構、ほら、なんだろう。紫だと、反対の色は黄緑か。
だから結構ね目立っちゃうんですよ、黄緑系、まあ黄色系とか緑系とか。なのでまあもうここはオーソドックスにマットブラックで塗装してみました。はい。それからまあこだわりで言ったらシングルインテークぐらいですかね。はい。よく見たらベルトも駆動してるんですね。ああ、バカ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 。つうことでこれは、これはクラシックスポーツカーかー。じゃあマッスルカーだったらロードイプレーションやっちゃおうと思ったんですけど、ちょっとごめんなさい、今日はねなんかまた、うん、調子良くないね。まあこんな感じですな。で後ろがぶっといせいか直進安定性は増してるんだけども、まあ、何と比べてって話だからね、曲がりづらいですな。まあ車庫端にしたのもあるのかな、それ。まあ、こんな感じですよ。はい。それではちょっと車庫に戻ってみましょうか。こっちは無造無造系になっちゃったな。したらこれと並べるために下にあれ持ってきちゃいましょうか。スティンガーですね。スティンガーじゃねえな、あれコケットか、コケットを持ってきましょう。よし、じゃあ無造無造をこっちに追いやっといて、で後ろを見るとマイアミバイスっぽいのが2台残ってるっていうこの感じ、良くないですか。うん、もうさっき買ったメインがもううぞうむぞう扱いってまあ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 、これでまあだいたい43万、まあ当初の計画通り使い切りましたね。うん、10万ほど増えちゃってるけど、まあいいでしょう。つうことで、今回これで終了いたします。初めてのハロウィン企画でございました。じゃあ次回また、まあ今日がいつだかわかんないけどね、この公開されてる今日が。じゃあ次回はまた、サンガングラスで会いましょう。さよなら、バイチャAgain.